Elder Holland, sign me up. ポーランド長老、ありがとうございました。最近の中央幹部の訓練集会で、モンソン大官庁はアロン親権者の義務と機会を改めて強調しました。その指導と同じ思いを持って皆さんに向けてお話しします。義務を適切に果たすことは民や国々の行く末を左右します。義務という原則はとても基本的なものであり、親権者は次のような勧告を受けています。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。モンソン大官庁はこのように説明しています。義務を伴う召しは親権者がその役割を果たすとき静かにやってきます。皆さんの義務は第一に主が望んでおられることを知り、主の聖なる親権の力と強さによって人々の前で召しを尊んで大いなるものとし、人々が喜んで皆さんに従うようにすることです。主はご自分の義務について述べておられます。私は私自身の考えでするのではなく、父の御旨を求めている。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。イエス・キリストがご自分の義務を果たされたおかげで、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われるようになりました。これこそ私たちが従うべき標準です。アロン神権の力と権能とは天使の働きの鍵を持ち、また制約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。そして皆さんの持つアロン神権の職は、天の御父の子供たちに対する技と、この地上を御父の聖なる御子の再臨に備える技に欠かすことができません。皆さんについて考えるとき、皆さんの年齢以上のものが見えてきます。パウロは皆さんについて次のように述べています。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。古の人々に時が至り、アロンの名にちなんで神権が授けられた。レビ族、祭司、預言者をも通して神の子供たちを祝福するために、やがて世の救い主が来られ、ヨハネという名の男から同じ神権を通してバプテスマを求められた。救いの夜明けが来るように、この同じ力が末の日に再び地上に回復された。福音の真理が初めから終わりまで人々の心に誕生するように、アロンの神権の備えを受けて地上の真理は来る。それは神の愛する御子によりもたらされる贖いの技だ。そしてこの力を行使する者、それは単なる少年ではない。神権をまとった彼を見て我らは言う、ご覧あの立派な男性を。神の使いの宮司We have done very well at distributing the authority of the priesthood. We have priesthood authority planted nearly everywhere. But distributing the authority of the priesthood has raced, I think, ahead of distributing the power of the priesthood. For the everlasting welfare of God's children, this must be remedied. Our prophet has told us how this can be done. President Monson said,I want to see the power of the priesthood strengthened. モンソン官庁はこう述べています。私は神権の力が強められるのを見たいのです。強さと力が教会の大官庁から最も若くて謙遜な執事に至るまで神権者全体に満ちるのを見たいのです。すべての男性は神の啓示を求め享受すべきです。その天からの光は私たちの心と霊を輝かせ、各自の義務、つまり神の技の中で神権者に与えられている責任に関しての知識を与えるものなのです。
執事、教師、祭司は啓示の礼を受け、自分の召しを尊んで大いなるものとするために何ができるでしょうか。聖霊の清めと性別と啓蒙的な力を受けられるような生活を送ることができます。そのような生活を送ることの重要性をアルマの言葉に見ることができます。私はあなた方に言う、まことに青年にも悔い改めて再び生まれなければならないことを叫び求めること、これが私が召された位である。人は再び生まれるときに心に変化が生じます。悪いものや清くないものを望まず、神に対して不変の深い愛を抱きます。善良でありたいと望み、人に仕え戒めを守りたいと望みます。ジョセフ・F・スミス大官庁は自身がこの変化を経験した時のことを次のように述べています。私は清らかな平安と愛、光を感じました。もし私が罪を犯していたとしたら、自分の罪が許され、誠に罪から清められたと感じました。心は感動に満たされ、足元の最も小さい虫さえも傷つけまいと思うほどでした。あらゆるところで、あらゆる人に、あらゆるものに善を行いたいと思いました。新たな命を感じ、正しいことを行おうという新たな意欲が湧いてきました。私の心には悪を求める思いは一かけらも残っていませんでした。私は一回の少年に過ぎませんでしたが、そのような力を受けました。私はそれが神からのものであり、私が死を受け入れたことの生きた証であり、この証は今も私の心に生きていることを私は知っています。ですから私たちは素晴らしい若い兄弟の皆さんにも再び生まれるように熱心に努めてくださるよう呼びかけます。生活の中でこの変化を経験できるよう祈ってください。聖文を研究し、他の何よりも神を知り、御子のようになることを望んでください。若い時を楽しみながらも、子供じみたことを捨ててください。不敬で思慮に欠けた会話を捨て明けてください。あらゆる悪から逃れてください。争いを避けてください。必要ならば悔い改めてください。これらは皆さんが成熟した威厳のある男性となるのに役立つでしょう。勇気、誠実、謙遜、信仰、善良という特質が身につくでしょう。友人は皆さんに敬服し、両親は皆さんを称賛し、信玄を持つ兄弟たちは皆さんを頼りにし、若い女性たちは皆さんを尊敬し、皆さんによってより良い人になるでしょう。神は皆さんに誉れを与え、皆さんが信玄の務めを果たすときに高いところから力を授けてくださるでしょう。メルキゼデク神権者である私たちは自分たちの務めを果たします。私たちは両親として、祖父母として、神の王国でさらに大しく務めを果たせるように皆さんを備えます。兄弟として皆さんが見習えるような手本となります。皆さんの定員会をより強くします。皆さんの定員会の会長会が管理の鍵を行使するときに彼らを支持します。皆さんがアロン神権者の義務を十分果たし、自分の召しを尊んで大いなるものとすることができるように機会を提供します。皆さんの働きによって教会に大きな祝福がもたらされるでしょう。天使は聖霊の力で語る。皆さんもそのように語ることができます。皆さんが聖霊の力で語り、聖餐の神聖な象徴を配るとき、男性と女性、少年と少女が悔い改め、キリストを信じる信仰を増し加え、いつも聖なる御霊を受けられるように努めるでしょう。皆さんが断食し、断食献金を集めるとき、会員たちは救い主の模範に倣って働きたいと思うでしょう。主は貧しい人や虐げられた人を気にかけられました。また私に従ってきなさいとお招きになりました。不幸な境遇の人を世話する皆さんの奉仕のおかげで、私たちは主の聖なる業に携わることができます。私たちが貧しい人や助けの必要な人を世話するのを助けることで、私たちが自分自身の過去の罪の許しを保つのも助けるのです。各会員の家を訪れるとき、恐れたり恥じたりしないでください。何を言い、何を明かしし、どのような奉仕を行えばよいか聖霊が教えてくれます。常に教会員を見守る熱心な努力は豊かに実を結ぶでしょう。謙遜で誠実な態度は最も疑い深い人の心さえも和らげ、敵の支配力から彼らを解放するでしょう。
共に教会へ行き聖餐を受け、共に奉仕するように皆さんが人々を誘うなら、その招きは福音の光がほとんど、あるいは全く指すことのない暗がりで道に迷っている人にとって、彼らを温かく迎え入れる光となるでしょう。愛する若い兄弟の皆さん、アロン神権を受け聖任された時に受けた皆さんのうちにある恵みの賜物を軽視してはいけません。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊の名のである。だからあなたは私たちの主の証しをすることを決して恥ずかしく思ってはならない。神の力に支えられて福音を共にしてほしい。神は私たちを聖なる招きを持って召してくださったのであるが、それは永遠の昔にキリストイエスによって与えられたのである。愛する預言者は旗のもとに集まるよう皆さんを招いています。私たちは皆さんに挨拶し、皆さんのために祈り、皆さんと共に奉仕することを喜び、皆さんの救いの務めが持つ力について神に感謝を捧げます。神が私たちの永遠の御父であり、天におられることを証しします。イエス・キリストが聖なる御子であり、世の贖い主であられること、そして皆さんが地上における主の使者であることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。